こんばんは、アメアトンです。ブラスフェマス、今、アルベロにいるんですけども、まだ行けてないと思われるところ、あんまり探索終わってないのが、母と図書館と画廊、画廊でも狭いな。どこだったっけ、変な、牛の絵が描いてあるところとか、この上何だったっけな。あと、音を止めてくれって言ってたやつとかがね、いたところがまだ解決できてないんで、ここまで飛んじゃうか。近所の図書館まで飛んじゃって、そこで探索をしよう。近所の図書館、ここだ。さあ、一体何があるのか。どういう感じだっけ？まあ、左の下とか行ってみっか。どこだったっけね、絵が飾ってあるところとか。あー、これか。首だよ、首。あ、ゲージがね。これでいける？どうしたどうした。上は何があるんだっけ。そのまま行っちゃっていいんじゃねえか感はあるね。左行っちゃおう。そうか、ここ開けたのか。で、誰かいたんだっけ。絵とかがあるのは画廊の方か。これが下に行くところね。で、左が剣。剣がね、あと1個。結構祭壇があるはずなんだけど、どこだろうね。清潔の奇跡。これ早く覚えたいね。遠距離攻撃が強くなるっぽい。で、下行ってみよう。で、これ、行けたんだっけ？なんか結局、取れなかったんじゃなかったっけ？なんか。あれあれ。あ、だからこれが、魔法が使えばいけんのか。普通に当たりそうだぞ。魔法覚えたら来まーす。覚えたらつうか、ゲージ溜まったら来ます。で、これ、戦ったところか。で、この下行ってないぞ。あ、閉まってんだっけ、そこ。そういうところだ。これか。で、閉まってんだよね、右側。どうやって開くんだろう。帰ってくる側かな、これ。どっから帰ってくんだろう。ダメだな、わかんないな、行くしかねえ。多分この辺確かその絵があったはずなんだが、その絵じゃねえよ。当たり判定がねえ。厄介だのう。で、この左セーブポイントかしとくか。またこんなか。ここが一番最初のところか。だね、こっから来たんだ俺は。で、左に何がある？その上か。だから多分行けないんだよね。多分何回か来てる。図書館か。レーザーお化け。うわっつ。一発しか当たんないのかね。当たるか。で、なんか音がするんだよ。君か。一撃じゃん。音で上なんか見えんだけど、どうやっていくんだろうか。見えるんだよね。ぬう、そんな風になってんのか。またそいつか。爆発のやつじゃん、こいつ。ぬっ。倒せる。うわー、なんかある。え、どうやってんの、俺。ちょ。
あ、落ちるよね。うわ、止めどない。これか。あ、そうかそうか、それ使ってゲージ貯めりゃいいんだ。丸ボタン長押してゲージ貯めれるから、よしよしよし、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。で、そこドア開けんだい。いけねえよな。うぅ、行っちゃうよね。うぅ、あ、開いた。え？あ、そういう仕組みなんだ。ぬぅ、ちょ。え、どうやって行けんの、俺。おやー、今開いてる。いけない、閉まっちゃう。うん、どうやっていけんの俺。うわー、絶対間に合わないようになってんだ俺多分な。向こうに行く方法がよくわからんな。それも入れ替わるぞ。入れ替わる？で、この状態で？おや？よくわからん動きするね。おっと。今開いてんの？左上はまず何があんの？あ、左上俺行ってないじゃん、そこ。え、なんでそれ、これ見逃してたんだろう。そもそもここに。なんだ？骨で？なんか祈ってるよ。死者じゃねえのこれ。あ、消えた。うん、これでなんか音を止めてくれって言ってた人がどこにいるんだっけそれ。これで終わりで、それはどう取るんだ。とりあえず音は止まった。閉まっちゃってる。で、こっちから回ってくるとかじゃあねえよな。あれ、なんか移動するたびに、あ、増えてないか。なんか涙の数字が一回減って戻ってるね。どういうことなんだろう。これで入れ替わるんだな。閉まっちゃう。どうすんだろうね。ここ仮にここに来れたとして、ここに多分捕まれないよね。あー、何なんだろう。なんか開くとか、どういうことなんだろうな。なんとも。いっちゃうんだよね。なんか途中で止めるのが有効なの？ん？そういうこと？どっちで止めんの俺。この辺か？遅い。そうなのかな？途中で止めるやつなのかなこれ。この、こんな感じ。
ちょっと遅いか。ああ遅かったな多分な。うん、いけるんでしょうか。こんな感じ。あ、行き過ぎじゃない？どうかな、これで。開いてる。ほっ、やっ、うわー、いけそうだぞ、でも、これ。この辺。ちょっと離れすぎじゃない？届くかな。ほっ、行き過ぎた。これ正解なのかな、ちょっとなんともなんとも言えない。いくぞ。ほっ、うっつ、ダメか。上がちょっと右に行ってるぐらいのこの辺。行き過ぎじゃないそれ。うーん、止めるタイミングむずいぞ。この辺。行き過ぎ行き過ぎ。もう一回この辺。うん、行き過ぎ行き過ぎ。あれ、こう、いや上には行けるだろうけど届くかどうかがわからん。あー、ほっ、よっしゃー、行けた。正しいのかねこれ。なんだ、ロルキアナ、魔法っぽいな。奇跡そのものから生み出された稲光を召喚する魔法、懺悔の剣の行く手を遮る愚か者を貫き罰を与える装備、使ってみよう。こんな感じ。お、ビーム使ってみっか。で、ここが終わった。次どこだ、中庭とかなんかあったっけ。試練を越えて中庭ちょっと行ってみようか。全然行ってないからさ、何かあるかもしれない。使うの魔法あっちがいいや、とりあえずは。こっちデブラで行こう。デブラで、それで倒れねえ。まあタメ切りでいいんだけどな。来ないんかい。あれ、ちょっと待って待って待って、たまにこうなるよね。当たる当たる。なんかさ、あのライオンヘッドのやつにも飛び道具当たんない時あったよね。これが何なんだろうな。で、上、右がなんか行き止まり、多分体力をくれた人かな。うん、なんだこれ。解剖学の本だ。大腿骨の図が描かれたページが開かれている。大腿骨、なんだ、頸骨、これあれだよね、骨、収集物、大腿骨とかある？大腿骨、頸骨、これだ、賞金稼ぎ、カルポーの大腿骨。カルポーはクブストディアの司教に使える賞金稼ぎであり、大胆不敵の二つ名で恐れられていた。カルポは全てを処分すれば失うものなど一つもなくなるという心情を大切にしていた。あと頸骨、これだ、神秘主義者アルサーリの頸骨。クブストディア星座の権威を全く信じていないアルサーリは自身の力で天の意志に接触したことがあると主張している。熱酔いだけ、それこそが秘訣だ。熱意ってあれじゃ、熱情ゲージ。ん、そう、ん、熱情で、膝の蓋、膝の蓋の図が開かれている、描かれている。膝持ってないかもな。膝膝膝、あ、これがクグッツ氏セバスチアンの膝。セバスチアン・ウォジャはクグッツに囲まれて暮らしていた。彼にとってクグッツは家族同然であった。とある日の夜、
彼はこう叫びながら燃え盛る劇場の中へと姿を消した。動くな、動くことを禁じる。ん、これなんかヒント？なんだっけ、最初の何だっけ、大腿骨全てを処分すればって、え、なんだろう、あのこれ全部飲み尽くすとかかな、全て。うーん、でもお金も残ってるし、で熱情、あ、だからこれ使えよ、俺貯めとけよっていうね。待って、俺あの財貨があるよ、財貨が。これで満タンで、動くなって動くな。動くなって動くな。いやー、全てを処分すれば失うものなど一つもなくなると、動くなっていうのと、あとどれだっけ、熱酔いだけ。あー、なんだこの辺も全部外すといい。外す、あ、これ外せねえぞ。外す、外す、外す。全部外す。いや？特に変化はありませんな。なんじゃろうね。熱情ゲージがダメかな。それなんかやっぱあるかもね。懺悔書、懺悔。懺悔、告白者がそこにいる。ちょっと一回行ってみよう。なんかヒントな気がしてきた。で、今俺何も装備してないから。これか。落ちるよね。痛い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 。嫌なとこにいるね。はい、ガチだ。踏んじゃったよね。めっちゃやらしい、やらしい。あー、やられる。にゃろ、やばいやばいやばい。それなんか何なのこれ、なんもねえのか。あ、いたよね。あれ、こんなのあったの。まあでも瓶持ってねえわ。で、告白者結構右だ。なんかあとマップがなんか変になってるんで、そこね、そこがなんか二重になってるとことなってないとこがあるんだけど、下になんか行けそうじゃない。あ、見えてんだねこれね。生物ないから踏めないけど、これ死ぬよこれ。待って待って、行っちゃうよ、行っちゃいます。で、右とセーブもしたいな。一回セーブしようか、そっちで。危ない、ない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 。そっちに行きたいので、どれで来るか。あと、むむっ、待って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 、これ、あ、バチャッ。さあ、罪を注いでもらおう。どこ、これ、罪を注いでもらうのはやっぱここ行かなきゃダメだよね。よし、行くぞ。ゲージがめっちゃ減ってる。お化け、やってくれんなこいつ。うっつ、いっちゃいっちゃい。
うん、なんかやっぱ連打できないね、ダッシュが。あのロザリオすごい優秀ってことだ。逃げるべし。ゲージ稼いでます。使えないよね。あ、何もつけてないんだっけ今。魔法魔法、これでいいんじゃない。サラバンドっていう。いいねいいねいいね、いっちいっちゃ、また使うぞ。まず一回そこでやられたんだな俺は。あのお化けが出てくる。危ねえ。レーザー、おい、じゃじゃじゃーん、撃たせてお願い。はい、意外と威力ない。で、右上ね。あ、やべえ、体当たりしちゃった。そっち行って右上。おい、なんだ。お、え、どういうことびっくりした。え、急にあ、これで下に当たり判定があるんだ。やられた。あ、見つけたわ。こんなのあった。なんかヒントあったこれ。至るところにあるね、隠し通路が。これまあ当たるか、これで。あ、上になんか行けるぞ。行ったんだっけこれ。多分行ったよね。あ、それがないといけないのか、上に。さらに上、あれ行ったっけこれ。あ、なんかアイテムがあったっけ。なんか上、光が差し込んでて、なんか上行けそうな感じなんだけど。母に出れるわけじゃないのか。邪魔、邪魔だな。ちょっと邪魔だな、それな。いいか。さあ、これで、財貨がなくなった。で、さっきの、あの本棚とかどこだっけ。まあどうせ使うんだし。本棚のところがここだっけ。え、結構優しく触れても実体化するね彼ら。で、さらに向こうか。結構戻んなきゃダメか。なんかどれも怪しく見えてくるよね。下に行けるんじゃないかっていう。あー、なんかありそう。ここだよね。ここがさ、なんか線が二重になってんのよね。ここに部屋あるんじゃない。だからありそう。なかなか大変だ。君か。え、どういうこと今の。上に判定なかったね。そうなんのか。もう一回そっち行って、部屋がありそうなのこの左。
この下とかありそう。これでもいいのか。ありそうなんだけどね。違うのか。すごい偶然だったからな、さっきのあれ。いや違うのか。で上行くとセーブ。上は別に関係ないよな。ショートカットと多分セーブがあるだけだよな。はい。でこの部屋だ、行ってみよう。下の右。あぶね、落ちた。いるな。一撃じゃないか。で、右か。やっと来たぞ。熱量ゲージマックスで瓶使い果たした。剣も外さなきゃダメだったかな。あの剣の心臓、これは装備してない。生物も外してとかかね。動くな。うん、そういうんじゃねえか。ダメっぽい。なんだろう。じゃあよし、それは特に関係ないようだ。なんだろうね。行くか、次行こう。目論見は立たれた。あとなんだっけ。これとこれと攻撃力アップ、これか。あと1個、燃え差し防御能力、なんだろうな。まあこれでいいか。よし行きましょう。何だったんだろうね本当。で音を止めてくれと、あここどうなん、なんかいけそうなんだけどな、ここ。まあいいか。よしじゃあ画廊行こうか。音止めてってどこだっけ、母だっけ。中庭行ってみっか。そうしよう。魔法つけてないよな。あれどれもつけてない、これ。いやつけてるわ魔法。これで右の上ね。生物で中庭の方でなんかまだあるかもしれない。上に出りゃいいんだよね。オッケー。あ左なんかある、これ多分行ってると思うんだけど。行った行った行ったわ、覚えてるわ。お乗れ。どうすんのこれ。冬デュラハン。うえっち。そっか、動いてるからなこれ。まだいる、まだいるぞ。おのれ。
そこか。上に登ると、中庭に出れます。で、ここ多分何も探索が進んでないので、通り抜けただけだったけど、実は何かあるのかもしれない。こういう一発死はやだな。全部取ったかな。すごいジャンプ力。うっちゃっちゃっちゃ、届くんかい。で、なんもねえか。上、そいつか。久々に見た。で、なんか足場がバンバン崩れるとこだな、これ。いや、特にねえな、ここは。よし、進もう。ここはない。なんか変な当たり方するんだよな。で、まっすぐ、あと上。ここなんか音楽すげえ不気味だな。静寂の中にあつんだっけ。あ、そうなんだ。なんかちょっと当てずっぽう気味で言ったんだけど、合ってた。静寂らしい音。当たってる音がする。こっちは鶴があるんだな、そこ。ほっ、まっちゃ、なんかつるあったよね。これやっぱ消費ゲージも少なくていいね、すっごい。あ、でも一撃じゃ倒せないのか、飲んでるし。そこ下に足場があって、そこから飛ぶのか。行ったよな。行ってない。あ、アイテムがあったけか。だね、ここに多分。よし、じゃあ右の方行こう。着地の隙がなんかでけえ気がするんだけど。回避後の行動で、これ距離でしょ。着地を、なんかやれるやつどれだっけ。これか、これつけてえな。防御力いいや、これ。そこ通れんくない。上から行くのか。こっち。何やってんだ、あれ。Those screams filled my soul with fright. Thou hast purged my fears and helped this poor pilgrim again. We have chosen different roads, but still, absolution awaits at the end of the path for thee and this sinner, wherever it is, near or far, in this life or on the other side of the dream. なんか目的は達しましたみたいなこと言ってるけど。はい。あ、なんかくれた。親指だって。親指？裸足の巡礼者の石像から駆け落ちた足の指。空中での攻撃回数が増える。よし。ん？あ、前までは。あれ？つけて。ん？何が変わった？空中での攻撃回数が増える。
あんまり変わったような感じがしねえんだが。あ、あれか、レバーを下に入れたまま攻撃続けるやつが増えるのか、多分。